女はドスケベだって知ってた。お前らちんたら走ってんじゃねえよ。声出せ声。あ、鼻のでかいやつな。あれ、おい、星野と月本どこに行った。俺高校跳ねったらヨーロッパ行く構えよ。なんで。決まってんじゃん、卓球でてっぺん飛んだよ。まあまずはドイツあたりのプロチームに入ってたな。じゃあなんで部活サボんの。見てこれ、ポテトチップス関西風うどん味だったら初めからうどん食うっつーの。なんか見失ってるよね、お菓子業界ね。米と一緒だと楽しいよ、会話も弾むしね。次？次の次。銀座 USA も歌いね。はい、別に。頼もう頼もう。道場破りだよそれじゃ。道場破り。